ビーチャンネルです。今回はハーゲンダッツのアイスを買ってきました。半額だったからこんなにいっぱい買ってきちゃったけど、春の新作2つを紹介します。マジ？1つはストロベリーミルク味、もう1つはコーヒー&ホワイトチョコレートです。どちらもちょっと大人な感じ。キラリー、すごい匂いはすごいコーヒーです。いちごーの匂い、あ、いちごいちご。中が分かりやすいようにちょっとナイフで切ってみます。なんか顔みたい。中にストロベリーソースが入っています。じゃあコーヒー&ホワイト切ります。こっちは可愛くなりました。中の茶色いのはコーヒーソースです。では食べてみます。いただきます。こっち食べます。チョコたっぷりのコーヒーアイスです。すっごい美味しいです。すっごい美味しいです。チョコが抜けた。チョコがパリパリで中のいちごソースがすごい美味しいです。こっちなんかいちない。どっちのアイスも外側のチョコのところにカリカリのクッキーみたいなのがついてます。チョコの量がすごい多いです。すごい美味しいです。すごい美味しいです。苦いです。大人向けです。ごちそうさまでした。ハーゲンダッツの春の新作でした。コーヒーはちっちゃい子には早いかも。でもいちご味はすごい美味しいです。いちごソースが最高最高。バイバイ。また見てね。また見てね。